どうも、テルエモンです。今日なんですけども、Fusion 360 で鉛筆のキャップを作っていきたいと思います。で、鉛筆を作るところからですね、ちょっとやっていきたいと思います。新規コンポーネントから鉛筆をまず、作成していきます。まあ、鉛筆はですね、私の YouTube の動画の多分一番、テルエモンキャドルームのチャンネルで一番最初に作った動画だと思うんですけども、まあ、今回改めてちょっと鉛筆を作るところからやっていきたいと思います。で、キャップの作成のところから見たい方はですね、ちょっと動画概要欄から、時間のところの概要欄に載せておきたいと思いますので、そちらの方を飛ばして見ていっていただければと思います。で、今回は、六角形の鉛筆を作っていきたいと思いますので、これいいかな。六角形でだいたい直径が10ぐらいですかね。よいしょ。あ、こっちが12なのか。ここが5とかか。ごめんなさい。よいしょ。で、ここで直径というか、ここの距離がだいたい10ぐらいですか。ちょっと細いぐらいなのかな。ちょっと円描いてみていいですか。直径が、こんなとこですかね、やっぱり。そう、コントラクション線にこっちだ。方法で、まあこんな感じですかね。はい。じゃこちらでお尻で足で、だいたい長さが、まあ削られてるとかとも考えても100とかにしときますか。ほんともうちょっと長いのかな、普通。120ぐらいにしときますか。はい。ちょっともうここで外観を入れてしまいますね。まずは全体的にはこの木材の竹とかかな。で、尺度で、こんな感じですかね。で、外側を緑かな。外側は光沢で、緑を面に対して与えていきます。こっち側かな。よいしょ。ドラッグ&ドロップで色をつけていってます。で、続いて芯の黒い部分ですね。ちょっと作っていきますね。芯はどれぐらいかな。3ぐらい。で、まあ、ここで通していくかですね。まあ、交差ってやればこの分だけ取れるんですけども、もともとあったやつがなくなってしまうので、あ、外側の緑がなくなりました。まあ、しょうがない。ちょっと一回これを見、コピーしていきます。コピーの、で、貼り付けですね。はい。で、1の方を表示にして、一出して今作ったのを、すべて、で、交差。交差しているところだけ、抜き取ります。で、外観で。まあ、色の作り方も一回穴開けてからでもよかったんですけど。で、こちら黒ですね。はい。で、今ここ、このように重なってるので、こちらから切り取りで、この黒い部分を切って、ツールは維持にします。で、OK ですね。で、こんな感じです。こっちになんか大きくするか。4。すいません。3くらいにしておきます。はい。ちょっとあれ、外側の面が、色消えちゃってます。ですね。外観のオーバーライト設定を解除。ちょっともう一回いけますね。
こちら入れます。目を一回削除しますか。削除しました。リンクしているため。ミカクで。大丈夫。共にああいうこと起きるんですよね。よいしょ。はい。なんかうまくいろいろ変わらなかったので、なんかオーバーライドをちょっと解除っていうのをちょっと行ったりとかしてみたんですけども。はい。で、鉛筆をこれから削っていきます。まあ、回転しながらカットですね。はい。で、こちらを中心線設定しまして、まあ、そうですね。ちょっと大きめでもいいんですけれども。まあ、必ずぴったしじゃなくてもいいんですけど。まあ、ここでここ位置させますか。はい。で、ここの角度ですね。何度がいいんだろうな。30度だと、まあ、こういう状態ですね。で、ここの距離はもう決まるのか、角度で。すいません。こことここの距離、すごい1ミリぐらいでいいですかね。ちょっとだけ。スライスチェック。ちょっとその、この数値を触りやすいこっち持ってきます。20度とか。うん、このちょっとこれで回転してカットしていきます。回転で。切り取りですね。で、まあ、完全、まあ、ぐるっと一周です。はい。ちょっと外観で、回転で、私も機関と違っていると。はい。あ、ここの模様をちょっと変えましたと。で、もっと15度ぐらいかな。で、こう。10度だ。なんかもっといい角度なイメージですけど、こんな感じかな。ちょっとかなり短かったか。150ぐらいにするか。で、そうですね。ここは、ある程度、追従してくれてるのかな。ここ1にしていいのって。よいしょ。はい、まあ、これちょっと鉛筆、これで完成にちょっとしたいと思います。で、今回の面がキャップですね。キャップになりますので、ここで一回新規コンポーネントでキャップを作っていきます。で、親は鉛筆の中というか外側に出したいので、こちらを選んで OK です。で、ここに作ります。で、キャップも基本的には回転で作っていきますので、スケッチを正面ですね。選びまして、回転させる軸をまず一本書いていきます。で、こちらは中心線。で、この外側のラインを一応取っておきますか。交差で、ウディ。まあ、芯の部分と、こちらの部分と。はい。で、そうしたら、これに対してキャップの方を作っていくという感じですね。はい、では線分で、ちょっとまあざっくりとした形を扱っていく。基本的にここにちょっとぴったり合うような感じになると思うんですけども、こんな感じですかね。で、こっから線分に切り替えて、ちょっとドラッグして、ちょっと丸み描いてみます。こんな感じかなと思ったんですけど、で、この円弧の中心はこちらの中心です。で、これにちょっと後でフィレット入れるんですけれども、ちょっとここは寸法入れときますか。ここよりも、少し、1ミリぐらいちょっと余裕持たせたとして、あ、本当はもっと余裕あるのかな、ちょっと遠回りによって変わってくるか、ちょっと3ミリぐらいにしときますか。で、基本的にここはぴったしになるように作るのかなとは思うんですけども。
そうですね。ちょっと今回ここに位置させますか。ちょっと鉛筆の太さとは違うから、ここと実際どういうものになってるのかっていうところはあるんですけれども。鉛筆のこっからここまでの距離をちょっといくつか割り当てますか。どうかな。で、ここの直線部分ですね。今ここ斜めにはしたんですけど、ちょっと待ってください。大丈夫。はい。で、オフセットかな、これいいかな、ちょっともうちょっと寸法決めますか。ここの角度5とかにしますか。ちょっと中途半端だったので、はい、5かな、距離欲しいかな。入れてほしいですね。寸法入れたんですけど。はい。あと、今結構出てきましたけど、多分5っていう寸法を入れたところの、特に入れたいたので、警告、ミニシャツが出てきてました。で、一応、ゆっくり消して、このフィレット入れた後のここの距離を入れておけば大丈夫かな。あ、すいません。戻って。で、ここの距離かな。で、ここをこうにしますか。ここで全部寸法入りますね。で、ただこの辺、ちょっとややこしいので、ちょっとインストラクション線に切り替えます。コンストラクション線に切り替えます。この辺ちょっとコンストラクション線に切り替えます。この辺も。よいしょ。で、今作ろうとしてるのがここなんですが、回転作っていくんですけど、厚みつけたいのでオフセットさせていきます。厚み1ミリぐらいなのかな ?1。はい。で、ちょっと大丈夫だと思って、一応ここつなげておきます。きちんと。ここと、ここですね。つなげます。よいしょ。そこで回転ができると思いますので、ちょっと一回回転してみます。こういうキャップになりますね。ちょっと私が今見てる絵よりもなんかここ短い気がするので、ちょっと断面切りますね。もうちょいここ長いんですね。ここをもっと10ぐらいにしますかね。ちょっと印しますか。よいしょ。こんな感じかのかな、キャップっていうの。もうちょっとこう長くて、ここ短い意味ですね。50もないな、30ぐらいかな。はい。で、一回ちょっとオクティブにしますね。こんな感じ。まずは六角形なので、ギリギリぶつかってるようで少し隙間あるのか。まあ、こうですね、今。はい。で、通常ですと、まあ、通常というか、私が見てる今、ちょっとキャップの画像ですと、この辺にちょっとパイプみたいな形状ができてて、外側かな。で、このところで結合でいいんですけれども、大丈夫かな。はい。1。全然元だな。ちょっと大きくしてみますね。はい。2だと同じか。ちょっと真ん中ぐらいでやればよかったかな。はい。ちょっとその一回これ消しまして。ちょっとここにちょっとスケッチ書いていきたいと思います。ちょうどここの真ん中からパイプ形状やってみようかなと思います。そっか、抽出しなきゃだめか。まだ一回消します。
ここがプロジェクト、交渉を務めるちょっと一回、どうなってるか。ここ今、面取れてますかね。ここにスケッチしたはずなので、これが原点1にすれば、そうですね、真ん中来てます。で、ここの中点のところにこちら合わせて、円を一回描きます。で、これが必ずこの真ん中来るようにここに合わせます。で、スケッチ許します。で、これに、パイプで、そこ作ります。これで2とかだと、いいのかな。で、鉛筆表示すると、まあ、ちょっと干渉してる感じになると思うんですけど。で、これでちょっと抜けないようにちょっとこう、グッとやるような感じじゃないのかなと私思うので、こんな感じですかね、キャップ。はい。2.5 ぐらいにしてもいいかも。はい。で、これだと入るので、こうちょっと横とかにですね、ちょっと切り込みが入ってることがあるみたいなので、一回キャップの方こちら移りますね。あ、スケッチこっちになっちゃったな。まあいいか、このまま。ほら、そうです。キャップアクティブにして、こちらのパイプの形状のスケッチこちらに入れた方が良かったんですけれども、ちょっと切り替えるのちょっと忘れてました。すいません。で、側面スケッチで、何を言ってるかというとですね、私。切り込みがちょっと入ってるんですよね。ちょっと出来上がりを見ていただくとわかると思うんですが。ちょっと大きめに行きますか。で、こう来ていて。円を描いといたらよかったか。で、円をすみません、描かせてもらいますが。こんな感じですか。で、この辺のちょっと大きさがちょっとよくわかってないんですけど。で、ミラーかな。ここは、反対側にミラー。で、ほんとちょっと薄、こんな厚くないと思います。半分ぐらいか、2ぐらいですか。はい。で、これも3ぐらい。3.5 ぐらいかな。ちょっとスライスしますね。あ、位置高さが決まってないのか。結構入ってるかな。こんな感じか。ここの下の距離で取れないのか。交差で、まあ、またボディで、ちょっと交差で取っときますか。まあ、この円の中心からとかでも大丈夫ですかね。で、ここの距離、25ぐらいにしときますか。はい。で、スケッチ終了して、あ、で、すいません。設計後に対応しやすくなるように、すいません。ここの距離感も少し。まあ、ぴったしよりちょっと大きめにちょっと余裕持たせておきます。で、これで、今ここですね。気をつけて平らな目しか描けないので、一回平らな目に描きまして、ここを押し出すところとして、選んで、まあ、対象で全てか。で、カットしますと。ちょっと厚そうだな。実際、もうちょっと 1.5 ぐらいにしますか。はい。こんな感じで、こんな感じでキャップってなってるかなと思うんですけども、いかがですかね。で、すいません、こちら。はい。次はレンダリングいきます。で、今回ちょっと形状に対してこう参照して作っていくっていうのをちょっとやってみたくてですね、ちょっとやったんですけども、メタリック系でちょっと色つけてみよう。こんな感じで。こんな感じですかね。こんな感じで、ちょっとキャップをちょっと今回作ってみました。はい。で、こちらちゃん、だいぶ短く鉛筆だったかな。150にしたんだな。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ここで削っていくか。こんなもん長さ。ちょっと短かったですね。もしかしたら鉛筆の。はい。で、今こんな感じで。キャップの方がちょっと作れましたよという形です。で、ちゃんと鉛筆のこちらの部分を、
例えばちょっと小さくしてもキャップの方が追従してくるんですね。こんな感じで、はい。そうか、直径10ミリって結構厚かったのかな。結構6ミリだったりするのが鉛筆って、はい。うん、ちょっと私見てたやつがちょっと太めのやつでした。はい、今どうなってますかね。よいしょ、うん、だいぶ干渉はしてるけど、抜け抜きするためにはこんな感じじゃないかなとも思うので、はい、じゃあこんな感じで、ちゃんと今鉛筆の径を変えても、ちょっとここぴったりですね、スケッチ作ってあるので、ここに、ね、合わせてるので、あとこういろいろその寸法入れてるので、多分長さが、まあ、押し出しの量変わったとしても、多分200とかかな。ちょっとこう追従して、作れるようにちょっと、移動線ちゃんと出来上がっています。はい。はい、ちょっと今回ですね、まあ、3月ということで、まあ、卒業式シーズンは、入学式シーズンで、まあ、今、鉛筆使ってる一つもあまりいないのかもしれないんですけれども、ちょっとこう、キャップの方ちょっと作ってみます。ちょっとフィレット入れますか。これちょっとスケッチの方で入れといてもよかったですけどね。よいしょ。1ミリぐらい入れますか。今、あんまりこう、大きいの入ってるイメージはないですけど、はい。この辺もスケッチ、スラスフィレット入れた方がいいかな。1ミリぐらいは入れた方がいいですか。ちょっとその玉切ります。よいしょ。そっか、反対側にもやるには。よいしょ、隙間が。はい。で、ほんとにちっちゃいフィレットを入れますか。こちらとこちらに。0.2 とか。はい。で、キャップだけのレンタル見てみますか。はい。まあ、こんな感じで、キャップの方が、できました。ちょっと実際のキャップのサイズとちょっと違うかもしれないですけど、基本的には例えば鉛筆のサイズをちょっとネットで調べて、それにちょっと合わせてキャップの方をちょっと作ってみました。まあ、こんな感じでこう、形状あるものに対してこう、新規でコメントを作って、こう合わせながらちょっと作っていくっていうちょっとやり方の、まあ、ちょっと動画見てる方参考にしていただければと、思います。はい。それでは今回ですね、動画、ここで以上にしたいと思います。最後にご視聴ありがとうございました。はい、すいません。ちょっと今回のちょっと鉛筆の作り方だったんですけども、最初スケッチ書いてた時にも芯もですね、最初から直径を作って押し出していっていけばちょっと楽だったかもしれないですね。こんな感じにしてですね。はい。こんな感じにして、まず押し出しで、まあ、どっちも先に言うんですか、まあ、芯の方を先に例えば押し出して。で、続いて、こちらの分を、まあ、外側の部分をまた、まあ、数値入れてもいいですし、新規ボディで、オブジェクトで、この面までと、やれば必ず同じ高さになりますので、はい。これで外観で、やっていけばすごいシンプルな、に作れたかなと思いますね。はい。鉛筆のそうですね。ちょっとすごい、ちょっと、先の動画すごい面倒なやり方をちょっとやってたなと思うので。はい。こんな感じで、まずスケッチでここで、作ってしまった方が楽だったかなと思います。ちょっと面倒なちょっと作り方してしまったなということで、ちょっと補足説明になります。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。